サウスベイはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコベイエリアの小区分であり、ほぼシリコンバレー、サンタクララバレー及びサンタクララ郡と同義語である。サウスベイはサンフランシスコ市やワインカントリーを含むノースベイ、サンフランシスコ半島及びイーストベイなどと共にサンフランシスコベイエリアを構成している。サンノゼがサウスベイよびサンフランシスコベイエリアでは、 最大の都市であるサウスベイの法人化された都市としては次のものがある。括弧内は2010年国勢調査での人口である。すべてサンタクララ郡に属し、ギルロイン以外はシリコンバレーに入っている。さらに次の都市と町はサウスベイに属すると考えられることがある。イーストベイあるいはサンフランシスコ半島のいくつかの都市はサウスベイに属すると言われることがある。 メンドーパーク、レッドウッドシティ、ニューアーク、およびフリーモントなどこれらの都市の多くは、その1、歴史、ハイテク会社の集積度によって、シリコンバレーすなわちサウスベイに属すると考えられている。サウスベイの地域としての概念は、サンフランシスコ半島やイーストベイに比べて歴史が浅く、サンタクララ郡北西部のパロアルト、マウンテンビュー、さらにクパチーノや、 サニーベールまでの都市は、サンノゼ市よりもサンフランシスコ半島や、スタンフォード大学のキャンパスにより強く結びつけられている。また、サンタクルーズ軍とサンベニト軍は、サンタクルーズ市を中心にする小区分と考えられることも多いが、サンフランシスコ米エリアのメディアからは、サウス米の一部だと考えられている。サンノゼ市やシリコンバレーでよく見られるヤジノキサウス米にはよく、 知られた建物や見どころが多い。以下はそのリストである。ありがとうございます。